皆さんこんにちは、吉ガルです。いつもご視聴、コメント、チャンネル登録ありがとうございます。私は今日ですね、ヘアカットをしたくてここ武蔵小杉に来ました。私が日本に住んでた時にもよく切っていただいていた美容師さんなんですけれども、毎回日本に来る時に必ず切ってもらっていて、今日も切ってもらおうと思ってます。技術がね、高い割に東京の中心地じゃないので、比較的リーズナブルな価格で切ってもらえるので、私は大変気に入っております。それでは行ってきます。今ここが JR の武蔵小杉駅です。着きました。めっちゃ近いでしょ。こんにちは。ですね、基本的に長さはあんまし変えたくないんですけど、いつもこういう風にしてるんだけど、前髪は作んない方がいいですよね。じゃあ多分そういう形で、でもしパーマかけないんだったら色やってもらおうかなと思ったんですよ。あんまり正直自分であんまり希望もなくて、普段はもう結構黒っぽいので染めちゃってるんだけど、ただあんまり真っ黒もちょっと重いから、ご提案してくれるとしたらどういう感じがいいと思います？その髪型、さっき見せてくれた写真とか、今髪の毛染めてもらってますよすごい映像。お茶のサービスいただきました。ジャスミン茶お願いしたよ。はい、今切っていただきました。ありがとうございました。はい、じゃあ今髪の毛を染めていただいて、カットしてセットしてもらいました。いやー、久しぶりにお会いしたんですけど、やっぱりね、なんかちゃんと私に合った髪型とかを提案してくれるので、しかもね、リーズナブルなんですよ。髪染めてカットしたのに8600円だった。もうね、これアメリカでやったら200-300ドルかかる。なので私は今日大満足でした。東京からそんなに遠くないね、武蔵小杉の駅からすぐなので、ぜひ興味を持ってくださった方は、ミラー、行ってみてください。今日カットしてくれたのは代表の斉藤さんです。では今日は私の、ヘアカットの状況をお伝えいたしました。私のチャンネルでは普段カリフォルニアの生活をお伝えしていますが、今は一時帰国しているので、日本の、訪れた場所をお伝えしております。ぜひチャンネル登録、そしていいね、よろしくお願いいたします。それではまた。